Round 3,
Yeah.
Yeah.
Thank you.
はい、すいません、こんばんは、はい、こんばんは、ハクです。あー、山本です、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先方始まっちゃってますが、セロさんの S サガと金子さんのチューニー、ね、金子チューニー先よく勝ってしまう。はい、3段きっちり今回特別ルールで、はい、そうですね、3対3でやっております。そうですね、3on3、ライフ制です。ライフ制、10ライフで10ライフ、10ライフ10ポイント持ってます。で、1人、同じ人が同じキャラを2回使うのなしで、そうですね、でそのキャラはでも他の人は使ってもいいというルールで、チーム内は同じキャラ OK です。おっと、投げていく、取り返す、盛り上がってます。で、同じプレイヤーが2度連続されるのもなしです。はい、ということは1人が違うキャラ使って、まあ、そのキャラは他の人も使ってもいいというルールで、はい、10ライフ、プレイヤーは絶対変わる。はい、でチームに関しましてはセロさん、エクスパーさん、カーシムさんと金子さん、私、山本さんで行っております。そうですね、結構いい勝負ですね。そうですね。あーっと、ぴょんぴょん飛ぶ、ワンピーガーゼロテープ、あーっと、エッサが勝利。さあ、ツーピーガーは、あ、失礼しました、ツーピー、ワンピーガーがセロテープ、エクスパー、カワシムと、ツーピーガーが、金子、ハク、山本というチーム構成で、ツーピーガーは2人目は、おっと、ハクベガー、ハクベが入っていく。はい、どうも、店員のダイスさんです。よろしくお願いします。ダイス様は案外、ベガが頑張れ る、ね、あるらしいですよ。ちょっと僕、この組み合わせわかんないですけど、俺の浅い経験から言うと、意外とショット打ちづらいです。おっと、ピュアらしていく。意外とショット打ちづらいのと、そうか、ショットが打ちづらい。なるほど。なんだろうな、まあ、上ショットを打たれると、まあ、しゃがんで対応して、下だと、まあ、ワンチャン最後、あとヘッドプレスとかもあるので、上ショットはスライディングで抜けれない、抜けれないんですよ、抜けれないので、そうすると打ちたい放題な気がするが、そうでもない、そうでもないです、ヘッドプレスがある。上ショットだけ打たれたら試合が何も好転しないので、お互い勝とうとするとダメです。だからファーストタッチを何とかしてお互い取ろうとして、でそこから行く感じですね。おっと、寄っていく、大味、大味、まずいぞこれですね。そんな感じはしますね。あとはまあ噛み合ったらワンピオなので、 S 下が力がだいぶやっぱりね、中、そう、あ、これとかもう完全に S 下が力ですよね。ちょっと注目を浴びちゃいますよね。うちのチームダルシムいないんですよね。あのヘッドプレスがたまにアパカも潰すので、いやでも基本ヘッドプレスはガードだと思ってるんですけど、ガードか踏ませないか、ね、踏ませないは結構難しい。さあ投げていく、あ、いや、しゃがむと踏まないんですよ。しゃがんでるとヘッドプレスが低姿勢なので、立っててヘッドプレスで飛んできた瞬間にしゃがむんですよ。ああ、はいはいはい、そうすると通り越しちゃうんですよ、ヘッドプレスって。まあそれの釣りのデビリバーがあるのでね、なんか分かりづらいです。そうなんです。で、画面上は、ツピガーのハクさんのベガが勝利で、はい、出てくるのはエクスパーの、エクスパーさんのザンギエフ。エクスパーザンギあったのか。エクスパーザンギが見れるのはデイドマスキーだけですよ。本当に初ザンギじゃないですか。おっと、ピョってる、しっかりしてますね。なんかそれっぽいコンボ使えてますね、ハクさんね。一時期サブキャラでベガをずっと使った時期があったので、完全に練習してる動きだ。いや、ハクベガはだいぶ強いですよ。まずいぞこれ。画面は、緑のザンギはエクスパーさんです。エクスパーさんです。セロテープさんではございません。ございません。まあ、出てくる可能性は全然ありますが、セロ様ではございません。てか、セロ様は出れません。先ほど、サガと使っていたので、ルール上、連呼はできないので。ルール上、次のプレイヤーは、カーシムさんかエクスパーさん。あ、今回してましたけど、出ませんでしたね。いや、あれ、連眼になってたら多分、無理です。いや、だからですよ。うまくレンガにしたなって感じですね。いや、欲張ると不運ですから。まあまあ食い込みすぎちゃうとね、ダメですからね。そう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 、あー、クータイク反応が早い。おっと、中断。こんなことができる、いろいろできますね。マクベが勝利。
さあ、え、入っていくのか。セロテープさん、セロテープザンギ来るのか。あ、ホンダ、セロホンダセロテープホンダ、セロモンド。いや、これは完全なるかぶせですよ。かぶせですね。そうなんですよね、2キャラ目以降はかぶせ OK なので。そうですよね、だからまあ基本手持ち…あ、ビヨってやってる、ビヨっているぞ、ビヨっちゃやべえだろ。どうすんの、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 ビヨっちゃやべえだろ。あー、さすがに、さすがに、さすがにやばいぞ、これ。これがかぶせだと言わんばかりに、言わんばかりに。いやー、これは画面端厳しい。これはもう、はめていった、強すぎた。さあ、ここでね、なかなか結構勝ち星は取ったんですが、さすがにホンダはきつかったと。いや、自信あったんですけどね。なるほど、まあ、一回こけちゃって、バーナーあります。なるほど、なるほど。いやー、どうせ大一をやったろうと思って投げ返し してたんですけど、下段は、ずっと続きまして山本さんの竜。はい、これはこれも完全なかぶせですよね。まあ、そうですね。そしてメインですよね、これは。あ、メインじゃねえか、サルか、どっちだ、ボート毎回よかった。あ、いやー、これはさすがにできる。これは竜使いとしては勝ちたいですよ。これはですね、ベガを倒した分死んでくれって感じですね。死んでくれって感じですね。危ない。おお、よう見てる。今のは、今のは大一ありそうだった。エクスパーが踊っている。あれは削りだったのか当たったのか。あ、今大一危なかったですけど、安定のいい前をキープしている。いや、いい波動、対空波動。山本さんうまいっすね、やっぱ守りがうまい。投げるファイヤー。あー、このまま、これはこのピンで取るのか。まだ寄せよ、早い気がするな。これが腹か、逆感から裏、裏張りて一気に逆転でございます。あー、死んだか。死んだくゲージを見ていなかった。すごかったですね、山本さん。最後冷静でしたね。はい、さあ、誰が出てくるか。まだ、まだ、ワンピーが、そうです、川島さん出てないので。川島さんの何、バイソン、川島バイソン。これ初めて見たかもしれないですけど、これはどうだ。結構使われるんですかね、川島さん。結構何でも使えるんで。はいはい、あ、了解です。あ、じゃあ代表者じゃんけんでお一方。くらい投げ、あとクレイジー危なかったか。でもこれは罠わかんないぞ。いやー、まだわかんない。これは、いやー、飛んで投げる、投げ、しかも倒す。なぜ投げられたという顔をしている。はい、ライパンが出てしまった。高めすぎると逆にっていうのありますよね。あ、タチューパンをすかりまくる。いや、ヘッド、これがバイソン。さあ、だからまだ試合の序盤ですね。まだまだ1ラウンド取ってるので、これやはり竜側がクレイジー溜まる前になんとか体力取りたいですね。まあ、そうですね。あーっと、剣っぽいことをしたが、裏は行かないで、表見えない。いやー、これは厳しい。隠れ地がたまる。これもう波動拳打てないです。あ、お前よく見ていた。あー、これは隠れ。ドンピシャー。あれがファイヤーだったらいけていた。あ、大丈夫。試合の方は、さあ、白ホンダ。
いやもうねえ、X らしい被せが繰り広げておりますが、さあワンピが座っていくのはカワシムの、うわー、タンパが減る。まさかためずっと言っていたのが、さあまずはじりじりとした100巻通してからめくりたく、上からさあ二度目からしっかり、さあポパンで、さあオアも混ぜっす、さあどうなる、さあ暴れない、100巻ガードしている、フレンジガードしている、こっからさあヘッドは見えてた、さあなかなかいい勝負しておりますね。さあここはスモープレスからドスコイ、さあ投げてるのはボクサーの方、上から100巻画面端ヘッドバレてる、100借りて、だからグランドも強い、めくりたくどうなる、ドスコイ勝ったのは白ホンダ。さあここで出てくるのはドカタリュウ、遅れてきた男ドカタリュウ。さあ日々成長する男竜ホンダは、竜側は慣れておかないと辛いぞ、任されることが非常に多い戦いになりますので、さあですよね、あれは完全なるホンダパターンですけどね、そうならないように次のラウンドはどうなっていくのでしょうか。さあ勝利がない、どーすこい画面端、なんかさっきも見たぞこの光景、さあ大銀杏からどーすこいと差し込んでいたか、続きまで、さあ対抗出ない、100巻アリテはコマンド潰していく、アリテはね、うわー弱え弱すぎる。あー昇竜拳にしっかりと、基本波動拳打つ感じの立ち回りが多いのでね。さあこのホンダ止めないと結構めんどくさいことになるぞ、基本的にタキャラ使いが多い感じですね、両方とも結構いる形なので、どうなっていくんでしょうか。さあここで出てくるのはエクスパリュー、さあ波動拳と使って牽制しながらこの白ホンダを止めたいところ、どう動いていくんでしょうか。さあここは飛び取って大銀杏、さあ勝利だがこれは続き間に合う、シンク飛んでロスコイはドンピシャ勝利、しっかり合わせていく、さあここからどうする、どっちなのオカマ、うわ仕返し借りてまだ生きている、飛んでどうするどうするどうするどうなるどうなる、あー踏んじまった、しかも真空はさすがにさすがに同じスパコンとは思えない。さあランツー開幕100巻だが飛んでかしてる、さあ波動拳を軸に立ち回って、いやーしっかりと続きには勝利を合わせていく、ライパー勝利ちょっと遠かった、飛びから、さあここはクーデク、さあ高かった、シンクガード中ボス波動拳こけている、波動拳上から、さあこれはどうなる、張り手頭突きピヨってドントンと大逆転大逆転、これはどうなるんだ、さあラウンド3上から、さあここで空対空竜巻、さあ走り逃げていく、空対空波動拳から波動拳、さあここは踏んでしまう、
取るから真空ガード波動拳波動拳なんかホンダを歩いていくしかない空大空竜巻から竜巻旋風脚100巻抜けていく波動拳踏んでここは波動拳100巻大外がない続き取れない昇竜拳さあここでホンダしっかり止めていった金子龍これが見物ですね金子龍さあ龍同キャラ戦だけどダイヤスタイルしっかりと竜巻旋風脚をとがめていっているさあファイヤーさあこの位置のファイヤーが強すぎる投げて画面中央竜巻からファイヤーでねえや波動拳だ真空は飛んでない飛びから大足は繋がってない真空波動拳波動拳さあ飛びから中足はまで繋がらないが全然あったかここは大足タイク冷静ですファイヤーまで波動拳からさあ一番伸びた打って変わってエクスパーペースで試合が進んでいくぞファイヤー飛んで波動飛んで大足から真空当たってさあここは波動拳からコパンを振りながら前に歩いていくエクスパさあしっかりともうガードはできないぞもう飛び道具は飛ぶしかない対空しろ、よいしょ、対空しろか飛びから、だが暴れていったさあ、開幕ファイヤーから、ダイス飛ばして波動拳から波動拳さあ、しっかりしたダイスやったか、ちょっと遅かったかさあ、波動の試合からさあ、これは、竜巻でジップゲルシーしたがここは投げてるな金子龍飛びから真空飛んでるが投げているのはエクスパさあ暗い投げになっていた形さあ空太君中足差し返しの大足真空重ねて中足大足波動拳昇竜で返していく中足が強いさあ誰が出てくるんださあ、ところで今ライフ的にはどうなっているんだなるほどセロザンギですねここはもう出し惜しみはなしよと言った形でザンギエフが出してくる負けないさあチームメイトの川島さんは負けないと言っていますが画面を見るとすごく劣勢ですだが一回の飛びからさあそしてピオラしていくあーピオっちゃうそしてブレンバスタこれはなんあと何機ですかねセロさんチームはセロさんチームあと4機あと4機あなるほどなるほどこれで4機だそうですね対する山本チームあと6機お意外とでも結構勝ってるかと思ってますそうですねあっちゅう間に盛り返されそうにまだまだね強力なキャラクターが残っておりますよねさあ今一瞬セロ様からヤバいという声があっと金子龍強い強いですね我慢できないでも相手の方が我慢してましたね今のはいやー金子さんよく画面を見てますねやっぱり立ち上げ対空ありでしょうあー台足がうまい対空の選択肢がいちいち豊富ですよね立ち台パン、立ち台系、昇竜拳、台足とそうですね、あーうまいいや間合いの明かり方と画面をよく見てると思いますわー中足
あーって勝利まだわかんない。さあどうなるんだ。飛びからファイナルアトミックパスだ。これが式のこれが式のザンギエ。これが式のザンギエフや。これが我が主催者、世界に誇るセロテープなんや。すごい心臓バクバク。さあ、はい、ザンギエフが相手に誰が出る。山本チュンリーが出てくると。これは邪悪な邪悪な感じがしますけど、山モンド来ましたね。いや、こんなキャラクター存在したんですか。いや、ですが、セロさん結構ザンギ戦あ、うまいんですよね、あの本田戦。はい、膝じゃない。あ、これは山モンド何しに来たんだ。いや、セロさん、まあ、言うてもザンギ使いなんで甘いことはさせねえぞと。そうですね、生半可な本田じゃ多分勝てないですからね。そうなんですよね。結構頑張ってるよ。なんだろ、負けたくない感がすごいですよ。残りメインの人ほど本田戦は上手いんで。そうですよね。これはやっぱ山モンドだとちょっと不足だったかな。山モンド厳しそうですね。リバーサス付きが…あ、山モンドは置き攻め全通りですけど。山モンド さあ、これで並びました、数字が。で、ここで出てくるのは一体…さあ、誰が出てくるのか。座るのは金子さん。いや、ガイル。話し合った結果、チームプレーでガイルになりました、これは。チームプレーでガイルになった。こっちチーム力あるんで、これは計算づくのガイルですね、これは。さあ、ガイルさん。我らがリーダー。だが相手は四季のドン。四季のドンですね。四季のドンは一筋縄ではいかない。いかない。だが金子さんはガイルめちゃくちゃうまいんで。さあ、この鉄壁とも言える要塞を。いや、この後ろに下がる寄席はいっぱいある。ガイルはこっからいくら下がってもいいぞと。もういや、うまい。うめえな。これはもう、これは余生。もう何もできなかったですね。もうすでにセロさんは後ろに後ろに託しておりますが。逃げそば対空相打ち OK。 残ってくるキャラといったら、あと対空うまい。何が出てくるんですかね。まあそうですね、ダルシムと、まあ、ダルシム、どっちのダルシムが出るのかっていう話もあります。あ、まあ、ダルシムもありなのでですよね。どうなんすかね。ダルシム DJ あたりとか。いやー、2ヒット。これは裏剣。うますぎる。完全なる余生だった。さあ、これはダルスパーか。さあ、ダルスパーか。さあ、川島か。さあ、早く決めないと。ドカタダルシもあるのか。まあ、もともとメインエクスパーはメインキャラがダルシムだったので、それもありか。ただこれカーシムさんの最終兵器ダルシムをここで出すかどうかで悩んでいるのか。何が出るかですよね。ダルシム出てきた。なるほど。まあ、そうですね、ここで止めないとチーム戦は分かってますね。こっちの大将とも言えるガイルなので。さあ、まずはこのダルシムで確実に止めにかかってますね。これ結構、これ 10ライフいい勝負なんじゃないですかね。これいい勝負になってますよ。実際いい勝負になってますね。お互い多分まだ最後までカードがあるので。はい、お互いどのカードを切るのか。さあ、来た。これはチーム補充が入りました。これは最強の助っ人が来た。だがこれ意外といけそうだぞ、これ。あー、ちょっと投げ前から外れたか。
やっぱでも金子さんメインキャラなだけあってすごいいい動きをしている。あーっと投げれない。ドリルがうざいっすね。やっぱり飛んだがガードが間に合う。いい飛びだったんですが、いやお互いメイン同士だとこうなってしまう。逃げるのが怖い。いやーヨガファイヤー飛んでいるがダメ。さあ出てくるのは、さあハクさんが堂々と歩き座りボタンを押し、出てくるのは中島ホームだ。あのだらしない山本本田とは何だったのかという、まあ山本田はそうですね、山本田は山本田は今後番付には出てこないでしょう。番付そう、ま、幕下ですね。もう確実にあれはそうですね、まだ部屋を抜け出してませんね。あれはまだダメですね。まだ稽古中ですね。いやでもさすがにメインキャラだが、中島さんも本田はかなり強い。よっと、あれはダメか。あれは大だったのかな。あれはどうなんですかね。中だといけたのかな。いやだがこれはまだ分からないぞ。ヨガクは当たらない。ここからどうなるかですね。まあ、キャミーに近いところあるんで本田。なるほど。あワンチャンここからだが倒すにはこれがある。投げる。うわそこでフレーム。いやこれ画面端はきついのか。だから相手は痛い。そうですね、なんかいやでもだら、残儀も、残儀じゃねえよ、残儀じゃない。あー、あーしっかりディーサルでしたね。さあ、いい勝負になってまいりました。ここで逆転したよとして、さあ出てくるのはハクキャミー。さあどう出てくるんだ。あ投げている。フリガンは続けインフェルノガードしている。ドリルから、あーっとコパンがやはり強い。さあ、川島が締めるのか。金子チームも後がないぞ。フーリーが通して、さあこっから始まるのか。始まらない、ガードは固い。が、もう一回通したー。ここで見合った。どうなるか。届かない。しっかりヨガファイヤー、ヨガファイヤーと。さあ届いた。さあこっから受け攻め正面から、さあ必死のレバーで返していく。インフェルノガードしている。ダイパッチが強い。これはもう止めねえ。あー読んでいたんだが、読み勝っていたのはカーシム。大将誰が出るのか。この人性格悪いわ。そうですね。さあ、いやー悔しいけど、いやまだ分かりませんよ。山本ジュニーは山本部屋を抜け出した痩せた山本。これはおっと、いやなんかいい連携。おっと
か、なんかやってるぞ。ガムってるぞ。対空がしづらい。おっと、弦が当たる。踏まないぞ。いいアドバイスが聞こえた。インフェルノは食らわねえぞ。いい削り。おー、削り切った。これはあるぞ。これは頭下げろとか言ってらんないのか、これは。頭下げる準備をしなくちゃいけないのか。さあ、ブーメランが突き刺さるのか。だが、これでカーシムさんの火がついたか。あ、完全に火がついている。あ、ちょっと欲張ったか。溜め落としました。うーわー、な、今のショースライベルの。あ、だが、わかんないぞ。あ、受け身がない。あ、頑張ってる。あ、戦列。あれー、倒した。これはこれはさあ、これでどうなるの。そう、上の正の字書いてないからこっちで把握でいいねんだ。あと2人、さあ誰がどのキャラに出てくるのか。あと2人ですね。さあ、まあ、そうですね、土方さんまだ1回なので、まあまあ人間、人間、同じ人間であれば1人2回は出るでしょう。だから土方さん、あの、テコでもう椅子から動こうとしてない、まあ、そうですね、見た感じセロという文字が3個書いてあるので、ここはエクスパーキャミ。あ、エクスパーキャミ、これはたまにの試合で見ますけどね、エクスパーキャミは百列が強い。お、投げる。対空が出ずに、さあほぼ山本、ここは踏ん張れるか。ここ倒せばあと1勝まで来る。いやー、なんか緊張しますねこれ。緊張しますね。さあ戦列しっかりガード、飛行機まで。あー、ゲール。ほんとか。投げて、いや、投げていく。なだが山本さんはあれですね、序盤に出るより終わり際に出た方が強いんじゃないか疑惑が。そうですね、これは投げる、キャノン出す。キャノンが出て、落としていく。キャノン、さあリーチかけるわ。エクスパーキャミリーチがかかって、やっぱり頭を下げなきゃいけないのか、これは。これは全員で土下座が待っているのか。あ、天章がスカルがい、あ、まあまあまあでしょう。いや、天章が潰れる。あーば、あばはある。あーばばばばばあばば、あーばしゃがんでたな。なんかしゃがんでなかったか。ワンピーチームの勝利です。おめでとうございます。お疲れ様でした。どうしてもと言うならこれ、どうしてもと言うならば、泣きの後に賞があるらしい。まあ、そうなんですよね、中島さん、な、泣きの一回で中島さん、お願いします。お願いします。全員で頭を下げております。やりましょうと。さあ、勝者チーム、寛大な心に感謝でございますね。やっぱり式にはやっぱ頭が上がりません、これは。上がりません。これは、さあ、こちらは、いや、裏ボス中島ガイル、これは。いや、まあ頭は下げたんで、やっぱ頭は下げたんでね、下げるもの下げたんで、もう、ああ、こ、あ、ただ言うて、これ負けたら多分川島 DJ あたりが出てくるんじゃないかなと思うんですが、そうなってきたら誰が止めるんですかね。セロホンダ、セロホンダもう出したじゃないですか。まあ、なんかこう
エクスパーキャミーといえどちょっと興味はある感じです、自分。何を、ただダメージ的にはいい感じで取り合ってますね。そうですね、中島さんもまあ来たばっかなんで温まってないのもあると思うんですけど、エクスパーの謎ムーブがあるので、謎ムーブと謎、なんかエクスパーが言ってるが分からず、分からない。リフト、我々は日本語しか分かりません。いやー、バックジャンプ長返し、おー、トルネーディかっこいい。なんかエクスパー分かんないって言ってる。お手上げ、お手上げ。これはそうですね、私からアドバイスはできません。できないね。敵に塩を送る形になってしまう。そうですね、スターブが痛い。キャミーがピヨリそうだ。これがね、同じチームだったらもう全力アドバイスなんですよ。そうですね、これはもう知りません。このカードをやったことないんで、もうなんか言ってるが、フランケンシュタイナーどうしたらいいんだって。フーリガン知らない、フーリガン知らない。もう S キャミー使ってください。さあ、さあ、ドカトさんが出てくる。上下下上だったかな、逆か。さあ、ドカタ剣、ドカタさんの剣と中島さんのガイル。さあ、ドカトさんは生粋の竜使いですので。そうですね、剣は使ったことないでしょう。だがこれはビギナーズラックというものがあるので。そうですね、ワンチャン飛びが通ったら、まあ、まあ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 、まあまあ、ただこの中島ガエル経験値が半端じゃない。さあ、対してドバタ、メインキャラではなくほとんど使ったことない剣でどこまでいけるか。おっと、潰した。あれがある、あれがあるが、ちょっと距離が遠かった。先週教わったジャンプ大パンチですね。いや、でもいい動きしてますよ。はい、あとはあの大足が一歩踏み込めるかってところですね。待っている、早いですね、ソニックも様も。おっと、スタブにジラケン、これはきついか。おっと、遅らせ台足、うまい、今のはいい。おわー、岡田さん、いいセンスをしてますよ、これは。あー、立ち受けが漏れてしまう。ガードしっかりしてるの偉いですね。そう、いやーっと、これですね。あー、中足が長い、近づくか、うまくいかない。これは、これは、あ、逆にリーチをかけていくのが。誰が出てくるんでしょうか。ダルシムは使った。まあ、まあこれはそうですね、セロバルログなのか。さあ、エクスパーが、エクスパーが僕は嫌だと。ガイロイで残機は出ないでしょ。合わせの残機なのか。なんか言ってるが、さあ、あ、座るのはカワシム。キャラクターは誰を選ぶのか。やはりこのキャラクター出てきましたね。これですね、やっぱりいろいろ考えた結果これでしょう。これになりましたね。だが相手はメイン、このちょっと嫌な戦いはいっぱい経験してるでしょう。まあ、ほんのちょっとですが、ガエルの方が回転が速いので。なるほど。まあ、この DJ の落としづらい飛びをしっかり落とせるかが鍵でしょう。いや、これは盤石か。これは獣道カードですからね、言うとから。そうですね、リフトを潰せる飛びが意外とあるので。なるほど。あとはこの近づいた時のスラだが、画面端だとめくれないが、おっと、ナイスガード。ダメージを奪ってるのは DJ 側、投げて受け身がないぞ。ジャックで待ってる。さあ、ここは弾重ねていく。なんか今マシンガンが出たら、あー、さあ、まずは川島が取っていく。これはいい勝負なのか。お、これは
そう、 DJ の鍵は接近した時のパクり方でしょう。そうスラが刺さる。あと中足はガードしている。ジャック様しっかりやってますね。遠いジャック、あ、カーニバルか。遠いカーニバルはサマーで切られてしまう。これは、いやでもこれまだ分かんないですね。いや踏ませる、おいしい。流れ的にはガイルなんですが、ちょっと、まあ、そんなに痛くないでしょう。ガード、これは無理をしなくていいでしょう。あ、このスラが怖いが、いやちゃんと逃げる。うわーっと大剣長い、スラーっとどうなるの。いやーっと、あー、勝ったのはカワシム。いや、この DJ に誰が入るの。いや終わりですか、これは。あと1人いるんですけど、こっち12人出てますから。ああ、11人か。じゃあ終わりですね。あの、頭を下げればあと1巡あると。頭を下げればあと1巡という話ですが、とはいえこれに入るキャラがいないという。いないですし、人もちょっと振ってますのでね。まあ今日はここまでにしといてあげましょう。今日はここまでね。はい、まあ勝ちました。ワンピー側、セロさんチームですね。はい、おめでとうございます。まあ、次はないぞと。次はないぞと、はい、ありがとうございました。また次回ですね。まあプレイヤーが少ない時にまたこのルールは開催されますのでね。はい、楽しくやれたと思います。まあ逆にプレイヤー多くてもできる可能性高いですからね、このルールは。このルール、今後もあるかもしれないので、ぜひ皆さんお越しください。プレミアムフライデーの時だけやるってのもありですよ。プレミアムなルールですから。いや、俺もいい、楽しいルールだったと思います。俺も見てて楽しかったですね。まあ、急遽マイクに。ありがとうございました。ちょっといろいろごちゃごちゃ煽り色入れてしまいましたが、楽しめましたので。ありがとうございます。またお願いします。Round 3, fight! Cyclone! 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 Cyclone!
Thank you.
Cyclone! 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 Cyclone!
Fight!
Cyclone! 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 Cyclone!
Cyclone!
Brazil!
Sakun! 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 Sakun!